Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。バッスリ動画ネタがなさすぎて、パソコンのデータとあとカメラのデータを整理していたところ、いつだったかな、確かね、まあ、ツッタルワーがね、デプスのリバウンドスティックのめっちゃちっちゃいやつを紹介したとき、次の日か次の、その前の日、その次の日だったかなってね、どのぐらい覚えてないような、これ微妙な動画にしようかな、それともボツにしようかなっていうデータがありましたので、今日それを公開したいと思います。非常に短い動画ですので、最後までお付き合いください。それではやってみましょう。レッツ、スタートです。やってきました、謎の池。ちょっとね、これ使いたいと思います。リバウンドスティックのめっちゃちっちゃいやつ、これでいきたいと思います。だいぶ春っぽくなってきました。さあ、どんな感じか見ていきましょうか。こっちの方はどうかな、いるかな。コイがめっちゃ溜まってそうな雰囲気あったけど、何にもいないな。バスいないか。ブルーギルポイントだったよね、ここね。果たしてこの小さいルアーがしっかり飛ぶか。まあまあまあ、まあまあ飛ぶな。割と寝かかんな、そしてここ。スナックレスチューニングできればいいんだけど、これだと小さすぎてできねえな。やっぱいそうな雰囲気あるんだよな。おばさん、バサバサ。うわ、逃げてった。あ、真ん中にバスいる。真ん中にいるわ。こっち向いてる。よっしゃ、バス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 。くた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 。謎の池初バス今年。わー、嬉しい。ちょっと成長してるっぽいな。謎の池で初バス。ちっちゃいけど1匹目釣れた。今年初バスです。謎の池のバス。ちっちゃいけど今年の謎の池初バス。デプスのリバウンドスティックのちっちゃいやつ、やった。もう立ち上がりいきなり行って釣れた。賞味3分。 OK。 誰もいない謎の池で3分で釣ってすぐ帰る動画でした。